越行動は取らない方がいい。早く急げ。こっちだ。トゥリウス将軍の到着までは待機という命令だ。このままじゃドラゴンに殺されるだけだ。帝国に呪われる。やめろ。ほら、終わりか。お前は この時間どこに続くか見てみよう。できないな。とにかく進んでいこう。残りの連中は別の道を探さないといかん。
この道を試した方がいい。嫌いだ。目が大きすぎるだろ。できれば今は揉めたくない。こっそり通り抜けてみよう。ゆっくり時間をかけて、足元に気をつけて。もし自分が幸運だと思うなら、この矢を試してみな。彼女が驚くかもな。先に行ってくれ。後ろからついていくよ。後ろは見てる。危機一髪だったな。外に繋がってるようだ。絶対外に出られると思ってたぜ。待て。だか今回は永遠に帰ってこないみたいだな。他にも誰か生きて出られたのか知ることはできないな。しかしここにもすぐに帝国軍がうようよしだすだろう。ここからは退散した方がいい。姉妹のジャルディルが
リバウッドで工場をやっている。この道の先だ。彼女が助けてくれる。ここで別れた方がいいかもしれない。こう思いになる。お前がいなければここまで来られなかったろう。ウィンドヘルムへ行ってスカイリムを解放する戦いに参加しねえか。今日ここで帝国の真の姿を見ただろう。ドラゴンの出現が何を意味するのか知る者がいるとしたら、それはウルフリックだ。あの上にある遺跡が見えるか。ブリークフォール墓地だ。こんな場所の影の中でもそのうち慣れるだろう。スカイリム各地に点在する13中の古代大理石のうち3本を大守護石という。で、自分の目で確かめろ。戦士か、結構。星々が栄光へと導かんこと。覚えておけ。ここはストームクロークの領地ではない。エルゲンからの話が回っていないなら、よっぽどヘマをしない限り俺たちは大丈夫だ。もし帝国軍に遭遇したら、話をするのは俺の役目にさせてくれ。いいな。一緒に来てくれて嬉しいよ。
ゴンだ。ドラゴンを見たんだ。今度は何だよ、母さん。それは山みたいに大きくて、夜みたいに真っ黒。迷子？アルボアとの間に娘が一人いるわ。ドルテっていうの。パパは私がよそ者と仲良くしすぎるって言うけど、あなたは大丈夫そう。リバーウッドでは新顔ね。仕事を探しているなら工場のホットに会ってみて。私の工場よ。この町が私の町だっていう人もいるけど、それは違うわ。町とその土地の持ち主はホワイトランの市長なの。私は税金を払っているだけ。いいわ、これが家の鍵よ。好きなだけいてちょうだい。何か必要なものがあったら言ってね。でもどういうことなの？あなたたちここで何してるの？エルゲンにドラゴンが？ありえないわ。でもそれなら前に見たものの説明がつく。南から谷を飛んでいった。幻を見たんだと思っていたわ。なぜかわからないけどあなたを信じるわ。今しがたドラゴンを見たって顔をしてるもの。状況はますます悪くなるわね。まず戦争、そしてドラゴンたち。この世界はどうなるのかしら。ドラゴンが野放しなら市長に知らせなくては。リバウッドは手も足も出ないわ。ホワイトランのバルグルーフ市長にできる限りの戦力を送るよう伝えなきゃならないの。引き受けてくれたら恩に着るわ。最後にいつ寝たのか思い出せない。どこから話そうか。そうだな、ウルフリックについて君が聞いた話は本当だ。帝国軍がダークウォータークロッシングの外で俺たちを待ち伏せしてたんだ。俺たちがどこに向かうのか正確な位置を把握していたかのようだったぜ。これがもう2日前の話だ。今朝ヘルゲンに泊まった時、もうこれで全て終わりだと思ったよ。首切り役人の台の前に並ばされて首切りを始める準備が整った。腰抜けどもめ。あいつらはウルフリックに対して公正な裁判を行おうなんてしなかった。民のために戦って反逆罪だぜ。スカイリムの全員があの時真実を見ただろうに。でもそれからどこからともなくドラゴンが攻撃を。お友達に聞いた時最初は信じられなかったわ。自分自身ほとんど信じられない。それに俺はそこにいたんだ。変な話だが、ドラゴンがいなければ俺たちはみんな死んでたよ。混乱の中でなんとか逃げてこられたからな。リバーウッドにたどり着いたのは本当に俺たちが一番なのか。知ってる限り今日は誰も南の道に来てないわ。よかった、しばらくはじっとできそうだな。君の家族を危険な目に遭わせたくはないが、ゼルダ。でも馬鹿げているわ。あなたもお友達も好きなだけいてくれていいのよ。帝国軍のことは任せて。レイロフの友達なら私の友達よ。できることなら喜んで手を貸すわ。バルグルーフ市長、
何年もホワイトラン要塞を統治してきた彼を軽んじるわけではないけど、今は完全にお手上げ状態みたいね。戦争に関わらないようにしてきたけど、そんなの続かない。どちらにつくか選ぶことになるわ。彼が間違った選択をしないか心配よ。そうは言わないけど、何年もウルフリックと対立しているから、バルグルーフが帝国側につくんじゃないかと恐れてるの。でもいくらバルグルーフでも、ウルフリックよりエリシフを選ぶとは到底思えない。今ではエリシフ市長よ。彼女は上級王トリグと結婚したの。彼がウルフリックに殺される前にね。だから帝国は自分こそ上級女王であるという彼女の主張を支持しているわ。彼女に恨みがあるわけじゃない。夫のトリグが帝国に買収されたのは彼女のせいじゃないもの。でも夫のトリグが死んで、今や彼女は帝国の操り人形に過ぎない。ウルフリックが決して彼女を上級女王にはさせないでしょうね。殺したという人もいるけど、当時は合法的な果たし合いだったのよ。ウルフリックは彼をスカイリムに対する裏切り者として呼び出し、一対一の決闘で倒した。トリグが王座を守れなければ彼に上級王である権利はないもの。ええ、ムートが新たに誰かを選ぶため集まらない限りはね。それに戦争でどちらかが勝利するまで集まらないわ。でも大丈夫、ウルフリックが私たちの正当な上級王よ。彼が帝国を追い出し、スカイリムはついに平和になるの。もう言ったけど、喜んであなたに手を貸すわ。常識の範囲内なら何でも自由にしていいわよ。川を渡って北へ向かって、滝を過ぎると丘の上にホワイトランが見えるわ。かつて帝国はスカイリムにとっていい存在だったかもしれないけど、それも遠い過去の話ね。タロスの崇拝を禁じたことが我慢の限界だった。サルモールがあちこちで私たちの神を崇めた人々を連れて行ったの。レイロフが奴らを追い払う手伝いをしてくれて嬉しく思うわ。もうちょっと若かったら私も戦いに加わっていたかも。物っていうのは武器と防具のことね。アルボアが力になってくれるわ。この町の鍛冶屋なの。また今度。あ、言っただろう、自分の姉妹が助けてくれる。なんだって、そんな、まさか。ウルフリックだってポケットからドラゴンを引っ張り出してくるような真似はできないと思うぜ。あのタイミングで攻撃してくれて俺たちにはラッキーだったな。帝国軍死刑執行人のヒゲ剃りサービスなんて受けたくないなと思ってたんだ。もちろんだ、スカイリム解放のために戦うのにノルドでなきゃならないなんてことはない。一緒にウィンドヘルムに来てスカイリム解放のための戦いに参加すべきだよ。今日ここで帝国の本当の姿を見ただろう。ドラゴンの出現が何を意味するのか知る者がいるとしたら、それはウルフリックだ。多分それはないだろう。ドラゴンがスカイリムに現れたのは信じられないほど昔だ。だがこのドラゴンがどこから来ようが、何が狙いであろうが、ウルフリックなら真相を突き止めるだろう。それは確かだ。その上、今はお前自身にも帝国に対して晴らすべき恨みがあるだろう。ドラゴンに対してもな。ああ、もちろん。わかるよ。今すぐ決めなくてもいい。だが、今日お前が見たことを考え合わせれば、きっと、スカイリムには自由になる権利があるという考えに至るよ。俺はそう確信している。寂しがられる前に仕事に戻らなくちゃ。他に誰か逃げた？ウルフリックは？心配するな。きっと外に逃げられたと思う。ウルフリックストームクロークを阻止するにはドラゴン一匹じゃ足りないよ。彼らをこの家に通して
何がどこにあるか教えてやろう。私たちの蜂蜜酒を彼らが飲み切るのを手伝うってことね。兄弟よ、幸運を祈るわ。また会いましょう。俺のことは心配するな。縁のつぐみ方ぐらい知ってるよ。じゃあドラゴンを見たんだな。教えてくれ、どんな感じだった？家くらい大きかったか？そりゃすげえな。それは見ものだ。実際に見たいってわけじゃないが、でも様子は分かった。ドラゴンがここには近づかないでいてくれればいいが。不信心な帝国軍だ。